フランスのパリに着きました。パリでの滞在はジャマールというね友人の、お宅にお邪魔するという約束で、私のイメージではジャマールの家、友人の家に泊まるというようなイメージだったんですが、なんと、先ほど発覚したんですが、まあ久しぶりに友人とその彼と会ってですね、話を聞いてみたら、彼はこのアパートというかの管理人マネージャーということで、大家さんなのかな、まあマネージャーって言ってましたけども、まあそれでもう一室、ホテルのようにですね、もう一室すべてこう貸してくれるということで、無料で、しかも好意で無料で貸してくれるということで、驚きなんですけれども、はい、まっさらな部屋にですね、アパートを用意してくれました。すべて自由に使っていいということで、一室を与えられました。驚きです。9月の下旬、パリにやってきました。もうすでに肌寒くてですね、上着を羽織らないと、羽織ってちょうどいいぐらいかなという感じです。衣替えシーズンですね。まあ、中には半袖で過ごしている人もいるんですけれども、まあ、中にはダウンジャケットを羽織ってたりする人もいます。綺麗な街並みを、楽しみたいと思います。パリの夜、バスク地方のレストランで、食べてあんま美味しくなかったんで、ちょっと凹んでたらですね、こんな市場が立ってて、試食でチーズとかサラミとかめちゃくちゃ美味しかったんで、チーズをワンピース買いました。はい、こんなね活気もあって、やっぱフランスチーズとパンが美味しいっていうことだったんで、試しましたが間違いないです。まあ、食もねその国の文化ということでたくさん味わっていきたいなと思っています。今日はセーヌ川からスタートです。友人と食事をして昼頃からの遅いスタートになりますが、今日は寺院とか教会を少し見てですね、12時半からルーブルまだ見切れなかったので、昨日では、無料で、入場予約を事前に取ってですね、もう残すところ1時間を切っているのであまり時間がないんですけども、ノートルダム寺院などを見て見切れなかった作品をルーブルに見に行きたいと思っています。ミュージアムパスを買って今日で、もう切れてしまうので、できる限り今日はフル稼働してですね、ミュージアムをたくさん見ていきたいなと思っています。
ミュージアムパスホルダーで、かつ入場制限がないようにですね、事前に入場の時間帯を予約しておけば、ほぼもう5分と並ばなくてですね、入場することができました。ミュージアムパスを持っていたとしても、入場予約をしていなければ多少待つことがあります。しかもですね、ミュージアムパスホルダーであれば並ぶことがない上に、しかも無料で、予約、入場予約を取ることができますので、皆さん参考にしていただければと思います。パリは雰囲気ありますね。音楽と合う花の都、芸術の都、パリ。凱旋門で、今日は一日を締めくくります。凱旋門大きいですね。迫力あります。モンマルトルの丘にやってきました。これから丘を登っていくという感じですけれども、もうすでに観光客の人で、にぎわってますね。お土産屋さんも多いですし、非常に活気があります。パリで一番高い位置にある高台ということで、これから登っていきたいと思います。モンマルトルの丘の上にある、カトリックの寺院ですかね。写真とかで見るよりもはるかに綺麗でいい感じですね。客引きとかスリとか、絡んでくる、人とかが結構いてですね、ちょっとうかうかしてられないという、気をつけて、観光を楽しみたいと思います。パリの街並みです。綺麗に見えますね。美しい街です。フェル塔にやってきました。ライトアップされて本当綺麗ですね。いや、思っていた以上に素敵です。
チーズの種類がすごいですね。チーズコーナーが、どれにしようかな。お国柄ですね。これはやっぱほんとチーズ安くて美味しいんですよ。パンとチーズとハムがあるだけで食事になっちゃいます。パリの滞在、4泊5日のパリの滞在を終えます。最後にですね、まだフライトまで時間があるので、パリの中心地で、ポールに入りました。はい、日本にもありますよね。ただやっぱり値段が違いますね。今日初めてパリで ポールに来たんですけど、バゲットが 1.2 ユーロぐらいなんですよ、1本で。パンオーショコラと、アメリカーノ、これ入れて5ユーロしないんですよね。だから約500円とか500円弱ぐらいですか。500円しない、ちょうど500円ぐらいなのかな。まあ輸入というか、まあ現地だからやっぱ安いっていうのがあるんですかね。やっぱこっちのではやっぱり一般的なカフェという感じなんですよね。まあ日本ではだとちょっと割高なイメージありますけど、はい。カフェ自体も雰囲気がある、内装というか、店内で非常にゆっくりできそうですね。はい、最後はゆっくり、パリでの時間を過ごして、ロンドンに行きたいと思います。